Hey guys, my name is Kwami. どうも、Kwami です。よろしくお願いします。はい、緊急事態宣言が発令されてしばらく経ちました。2週間ほど経ったと思います。状況としてはどうなったかというのを、個人的な感想を交えてお話しさせていただきたいと思います。まず、電車を使う人が減ったのかな。電車を、多分テレワークが採用されてるのが、LINE の調べによると 5% のみということだったので、どうなんだろう。もしかしたらその後、ちょっとずつテレワークにしようとか、あとは臨時休業にしようとか、そういう感じで、仕事に行かなくて済むような人が増えたのかもしれないんですね。あとは電車通勤をやめて車で通勤させようとか、そういう会社も増えたのかもしれないですけど、わかんないですけど、とにかく、電車のね、密度、人口密度ですかね、っていうかな、が減りました。私の乗る電車はいつも満員電車、すし詰め状態だったんですが、今ではね、座席にね、余裕で座れるっていう状態です。まあ、こういうね、キュッって感じでね、座るんじゃなくて、あーっつって、普通にリラックスして座れるので、結構、密度は低くなっております。はい。そんな感じですね。変わった点。あとは、まあ、休日は、宣言後、すぐの土曜、日曜日は、人が誰もいない、道路がガランガランという感じの状態でした。屋外でね、YouTube の動画を撮影するのには、もってこいの状況だな、というふうにね、思ったんですが、まあ、この前、ついこの間の土曜、日曜、どうだったかっていうと、交通量がね、6割くらい戻ってきちゃってるな、というふうにね、思いました。うん。まあ別に、全く出かけるな、るなっていう感じではないんですけど、ただちょっと油断してる人が結構いるなっていうふうにね、思いましたね。うん。あとニュースによると、神奈川県の某所ではね、交通渋滞が起きたと。何してるんだろうって感じですね。まあ家の中でね、ずっと、過ごすっていうのはストレスがたまるんですけど、まあもうちょっと辛抱、もうちょっとじゃないですけど、ちょっとウイルスをね、封じ込めるためにはね、かなりのね、辛抱強さが必要かなというふうにね、思います。まあ、私みたいにインドアだったらね、全然気にもなんないんでしょうけど、まあ結構世の中の人は、アウトドア派なのかな。まあなんかそういう同じようなね、感じでね、自然の多いところならいいんじゃないか。開放的なところだったらいいんじゃないかっていうふうにね、思うかもしれないですけど、多くの人がそういう場所に集まってしまったら、まあ意味はないかなというふうにね、思いますね。だんだんとね、ニュースによると、状況は悪化してるそうです。まあ、感染をね、食い止めようと、感染拡大をね、ウイルスを封じ込めようとしている状態ですので、皆さんね、できる限り家でね、過ごせたらなと思っております。だからね、まあ、みんなに言いたいのは、stay home。stay home だよ、stay home。まあ私もね、人のこと言えず、まあスーパーとか行きますけど、そんなにね、やっぱね、不要不急の、外出は控えた方がいいなっていうふうにね、思います。で、まあ話変わるんですけど、だんだんとね、時間が経つにつれて、コロナウイルスに関しての情報が、増えていく。蓄積されてきたと思います。で、最初はね、情報もほとんどなかったんですが、今、だんだん感染者も増えて、回復した方もいて、どういった症状が起きたとか、そういった情報も、増えてきてますので、皆さん、情報にはね、アンテナを張ってね、情報に、情報、
常にね、キャッチしていくようにね、詰めていきましょう。はい。という感じで、今日の動画はこんな感じで短く以上です。で、この後ね、ちょっとずーっと前に撮った動画があります。そのね、大昔のね、大昔っていうかね、数ヶ月前、1、2ヶ月前に、撮った動画があります。その時に、分かっていた情報を、話したものです。今のね、情報と、当時の情報、比較とかね、していただけたら、こういった、進歩があったんだとかね、面白いんじゃないかなというふうにね、思います。そんな感じで以上です。ご視聴どうもありがとうございます。また見てください。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。では、失礼します。もしね、昔の情報ね、情報がね、あんまない状態だった時の、情報、こういうのが新しく、発見されたんだとか、ね、そういうの知りたい方、この後の動画もご視聴、ご覧ください。はい、そんな感じで、バイバイ。Hey guys, my name is Kwami. どうも、Kwamiです。よろしくお願いします。はい、本日は、また、コロナウイルス関連でお話ししていきたいと思います。で、私たちまだコロナウイルスに関して情報がね、しっかりしてないです。まあ、新型っていうだけあってね、わかんないことだらけで、ちょっと怖いですよね。なので、公開されてる情報を、皆さんとシェアしたいと思います。今回ね、出す情報は国立感染症研究所の資料をもとに、お話しします。で、新型コロナウイルスに、かかるとどういった症状が出るのかと言いますと、高熱や肺炎という症状が出るそうです。ただ、報告されている例では、健康な方が感染した場合、風邪程度の症状しか出ず、コロナウイルスなのかどうなのかっていうのが、分かりにくいそうです。で、高齢者やね、基礎疾患をお持ちの方が重症化しやすいという傾向があるそうです。で、感染源は何なのか、コウモリなのかなっていうふうにね、予想している段階ですかね。まだはっきりしておりません。潜伏期間は2日から14日くらいですかね。まだこれもはっきりしません。致死率、これは2から3%というふうにね、国立、感染症研究所というところが言ってますけど、ニュースでは 5% くらいとかね、そういう数字も出てますので、はっきりこれもしない感じですかね。まあ、あと、流行地が中国となってますが、いろんなところで感染してる方がいらっしゃるんで、世界各地と言ってもいいんじゃないかなっていうふうにね、思います。はい。次、SARS。まあ、これただの比較なので、SARS はどういった症状が出るかと言いますと、高熱、肺炎、下痢、という症状が出るそうです。で、感染源はコウモリ。コウモリから感染したそうですね。で、潜伏期間は2日から14日。で、致死率約 10%。今のね、新型コロナウイルスと比べて、まあ、ちょっと高いかなっていうふうにね、思います。多分これは、時代っていうのもあるかもしれないですね。もしかしたら、公衆衛生とかね、そういった環境が整ってなかったりとかね、するので、致死率が高くなったのかもしれないです。ちょっとわかんないですね。で、流行地が中国、台湾、カナダ、シンガポールなどということですね。SARS はそこで、流行したんだな、と。
で、次、MERS、中等呼吸器症候群。MERS にかかるとどういう症状が出るのかというと、高熱、肺炎、腎炎、下痢という症状が出るそうです。はい。で、次は、感染源は何かと言いますと、意外な動物。だけど、でも中等だと普通なのかな。ヒトコブラクダからね、感染したみたいですね。へえ、ラクダかっていう感じですね。はい。で、潜伏期間は2日から14日。で、致死率、これ結構高めなんですけど、まあ、感染者が少ないのかな？うん、だからか。34% お亡くなりになられた方がいらっしゃるみたいですね。で、流行地はアラビア半島とその周辺ということです。で、最後にインフルエンザ。症状は高熱、頭痛、関節痛など、人の、間で感染していると。まあ、潜伏期間は、1から、3日、という短期間ですね。はい。で、致死率はね、低いですね。0.1% 以下ですね。国内、日本国内での情報ですね。流行地は世界各地ですね。はい。今ね、淡々と読み上げましたけど、新型コロナウイルスと、インフルエンザを比較するといいんですけど、新型コロナウイルスっていうのが、初期症状が本当にただの風邪と同じような感じらしいんですね。私なったことがないので、何とも言えないんですけど、もう、ただ単にこのくらいの、っていう風邪の咳みたいなのが出て、っていうふうにね、聞いております。なので、初期症状が非常に軽いということが想像できますね。厄介なことに、このね、高熱が出るまでにしばらく時間がかかるっていうのがね、感染者を広げる原因なのかなっていうふうに思います。私はね、インフルエンザにはね、しょっちゅうなってるので、もうインフルエンザのプロと言ってもいいかもしれないんですけど、インフルエンザになると、まずね、1日目とか2日目とかで、もうね、高熱、頭痛、関節痛が半端じゃない。だから、普通の風邪じゃないなっていう風にね、一発でわかる。もう、この体調の悪さは尋常じゃないから、もうただの風邪じゃない、病院に行こう、みたいなね、いう風にね、なるわけですね。だから、ただの風邪の咳くらいしか出ないとかじゃないので、もうね、ぐったりしちゃって、ああ、もうまずい、家にいよう、みたいな感じで、もう行動ができないから、人にうつすっていう確率は結構少ないのかなっていうふうにね、個人的に思っております。はい。まあね、でもこのね、これらのウイルスに、感染したとしても 100% 死ぬわけではないそうなので、まあね、感染しちゃったらまあおとなしく、病院のお医者さんの指示に従って治るようにね、明るくね考えて生活したらいいかな、療養かしたらいいかなというふうにね思っております。まあ、ならないのがベストなので、手洗い、うがい、ね、して、規則正しい生活をして、よく寝て、よく休んで、栄養のある食事をとっていたらいいんじゃないかな。まあ、もしね、体調が悪いとかなったら、すぐに、勇気を持って、まあ、これ繰り返し言ったけどね、勇気を持って会社、学校を休む。まあ、日本のね、社会はね、ちょっとそんな席くらいで休んでんじゃねえよっていう
空気ですけど、そういう雰囲気がありますけど、そういう習慣がありますけど、勇気を持って休みましょう。はい。まあそれがね、後々社会のためになると考えたら、いいんじゃないかなというふうにね、思います。では、そんな感じで、今日はね、ウイルスが引き起こすね、病気のね、比較を行いました。ちょっとね、私の技術がなくて、なんかね、表とかはね、Excel とかで作れるんですけど、この動画にはできないので、まあ、インフルエンザとコロナウイルスのね、比較は話だけでも結構わかりやすかったかなというふうにね、個人的には思ってますので、まあそんな感じで、以上です。ご視聴どうもありがとうございます。また見てください。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。では失礼します。